ジャイアンツ・コーズウェイは、イギリス、北、アイルランドにある火山活動で生まれた4万もの石中群が連なる地域。アントリム県、ブッシュミルズの北2キロメートルに位置する海岸線にある。1986年にユネスコの世界遺産に登録され、翌年には北アイルランド環境省によって自然保護区に指定された。2005年には、ラジオタイムズ市の読者投票で、 イギリスの最も偉大な自然の脅威ランキング第4位に選ばれている。ジャイアンツ・コーズウェイはナショナルトラストによって管理されている。ジャイアンツ・コーズウェイの名はアイルランドの伝説の巨人フィン・マックールにちなむ。伝説では彼がスコットランドの巨人ベイナンドナーと戦いに行くためにコーズウェイを作ったとされる。フィン・マックールはスコットランドへたどり着く前に眠くなってしまった。 フィンがいつまでたっても来ないので、ベナンドナーは彼を探すために橋を架けた。ベナンドナーがフィンよりも大きいことを見て取ったフィンの妻ウナはフィンに毛布をかけてフィンが子供であるかのように見せかけた。ベナンドナーは赤子の大きさを見て父のはずのフィンはもっと大きいのだろうと推測した。そして恐れをなしてコーズウェイを蹴散らしつつ逃げ出したという。遺伝では 妻ウナが岩に彩色して、ステーキに見せかけたものを、ベナンドナーに出し、赤子のフィンには普通のステーキを出したところ、岩のように硬いはずのステーキを、赤子がいいと食べるのを見て恐怖した、ベナンドナーが逃げ出した、というものもある。コーズウェイの伝説に対応する伝説は、スコットランドのスタッフアトウのフィンガルの洞窟にも、見られる。古代3期に、アントリム一帯は、 激しい火山活動にさらされ、高い流動性を持つ溶解した玄武岩がチョーク室の地層に貫入し、広大な溶岩大地を形成した。溶岩は急速に冷却したので収縮作用が起こった。収縮は垂直方向には溶岩流の厚みを減らすだけで割れ目は形成しなかったが、水平方向ではひび割れを生じた。広範囲にわたった割れ目は、 で柱のてっぺんはさながら踏み石のように平らで、柱の付け根は断崖の下から伸びているが、下の方は海の下に沈んでいる。柱はほとんどが六角柱で、中には四角、五角、七角、八角のものもある。最も高い柱は12メートルに達し、崖で行行した溶岩には、 厚さ28メートルになるものもある。ジャイアンツ・コーズウェイの発見を世に知らしめたのはトリニティ・カレッジのフェローだったリチャード・バルクリー教による王立教会の報告書であるが実際にはデリーの司教が1年早く訪れていた。エービ OF THE Giants コスウェイイイーストプロスペクトこの景観はダブリンの芸術家スザンナ・ドルリーが1739年に 水彩画として描いて国際的に有名になった。ドルリーは1740年にロイヤルダブリン・ソサイティの最初の賞に輝き、1743年には版画にもした。ジャイアンツ・コーズウェイは1765年にはフランスの百科全書第12巻で見出し事となった。背景にはドルリーの版画による知名度の向上もあったわけだが、 そのハンガーイーストプロスペクト自体は1768年に出版された百科前書の図版に収録された。その図版のキャプションでフランスの地質学者ニコラデマレは出版物では初めてこの構造物が火山活動の産物であることを示唆した。この一帯は19世紀以降特に路面電車のジャイアンツコーズウェイ鉄道が開通してから観光名所としてにぎわった。 しかし、1960年代になって、ナショナルトラストが管理を引き受けるようになると、商業主義は、体調していった。ジャイアンツコーズウェイの石柱群は、印象的なものであるが、構造自体はそれほど珍しいものではない。もちろん、石柱の上を歩けることや規模は、世界的に見ても珍しいものではある。しかし、玄武岩の柱は、中上摂理によって生じるものに過ぎず、 世界には様々な規模のものがある。より早く冷却されれば、それだけ、石中の規模も小さくなる。中上節理が見られる他の有名な場所には、兵庫県豊岡市の玄武道、佐賀県の七つ浜、福井県の東人坊、国シリ島のミスストールブチャルキー、米国ワイオミング州のデビルスタワー、カリフォルニア州のデビルズポストパイル、 ナショナルモニュメント、スコットランドのフィンガルの洞窟、アルメニアのガーニー・ゴルジュ、イタリア・シチリア島近くのサイクリピオン・アイルズ、メキシコ・イダルゴ州のゲンブガン・プリズム、ニュージーランド・カーギル山のオルガン環状、構造物群などがある。この地域の構造物には、数百万年にわたって風雨にさらされてきた結果、何らかの形になぞらえうるものもある。オルガン、巨人のブーツ、 低い円柱が風雨で丸くなった、巨人の目、羊飼いの足跡、蜂の巣、巨人のハープ、組み合わせ煙突、巨人の門、巨人のコブなどである。また、孤立する高い柱は、1588年に、スペイン戦艦疲労な号が遭難した際に、煙突と見間違えてぬか喜びさせられたという逸話も、ある。この地域は、銀フルマカモメ、ウミツバメ、ウ、赤ア,アシシリ、 大橋海ガラスなどの海鳥たちの良い避難所となっている。また、風雨にさらされた岩間には、ホタル遺族や、こけしの部族などの珍しい植物が生えている。ジャイアンツコーズウェイは、それが存在する海岸線とともに、ジャイアンツコーズウェイとコーズウェイ海岸として、世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 ヘクター・マクドネル、ケルト、神々の住む聖地アイルランドの山々と、自然草原社、2014年、18ページ。ISBN 978から4から422214665。地球の歩き方2017から18アイルランド、ダイヤモンドビッグ社、2017年、4ページ。ISBN 978から4から478060599。 アーノルド、アイリッシュアート、P62、スザンナ・ドラリー、ザ・コスウェイ、アンド・ザ・アンシークロピディ、1768、アーカイブド2006年9月28日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、LINDAHALL.org、リリーブド・マーチ14、2007、水村光を監修、オールカラー完全版世界遺産、第2巻ヨーロッパ講談社アルファ文庫、2002年、 ピアニッシモ、も200から205ありがとうございます。